バージン・ギャラクティック・ホールディングスが28日、ニューヨーク証券取引所に民間の宇宙旅行会社として初めて上場しました。初値は12ドル34セントでした。バージン・ギャラクティックは来年にも一般客を乗せたサービスを始める予定です。料金は25万ドル、日本円で2700万円ほどで、すでに俳優のレオナルド・ディカプリオ氏などを含む600人が予約をしているということです。